はい、皆様おはようございます。すいません、今日は令和2年の8月あら抜けた、6日木曜日、今ですね午前7時36分です。おはようございます。いらっしゃい。おはようございます。南国土佐の YouTuber 神岡が NHK をぶっ壊す。今朝はですね、ここはネレウス前です。まあ、こっちの方はわかると思います。まあ、木があって、まあ、バイパス沿いで、まあ、車もいっぱい通って、日陰があるんでちょっと涼しいんじゃないかなと思いつつ、セミがうるさいです。賑やかです。で、まあ、いろいろ喋りたいことあったんですけど、まあ、一つは、新聞とかメディアなんかでもちょっとずつ言い出しましたですね。増税、消費税増税をもうやらなくちゃなんともならないよ、キャー的な話が始まっちゃいました。予想通りですね。アホか算数できる人やったら分かりますよと。そもそもその、日本政府とかね、地方自治体の借金、税金集めてキャラにしたら世の中のお金全部ほぼ全部消えてなくなっちゃいますよと。バカかアホかお前、違う、神岡に変われっていう、おはようございますっていう話を、まあ、随分してきましたですけれど、そろそろね、皆さんもバカかアホかっていうように言えるようになってくるんじゃないかなと思いつつ楽しみに待ってます。おはようございます。おはようございます。あと大阪府の吉村知事ですね、うがい薬でまあいいえんじゃってねええ加減にしろって思いますですけれど、NHK をぶっ壊す。いってらっしゃい。失礼します。